演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら業務スーパーのメイトーフルーツミックスベリーとブルーベリーを使って自家製のフレーバーウォーターを作ってみました。うわ、結構紫色に統一されてますけど、というわけでこの中にさっきの2種類の果物がいっぱい入ってる。それでは、これで注ぐ、これで注ぐの怖いな。ブドウジュースみたいな色ですね。はい、それでは飲んでみます。うまくいくかどうかは不安だったけど、しっかり飲めるんだね、こういうのに。はい、で、中身はこんな風になってます。こちらもしっかり食べないといけませんね。それでは果物もいただきます。フルーツの方もしっかり酸味が感じられる。あ、ちょっと抜けちゃってるな。でもまあ、それもまたいいんだけどね。やっぱりベリー系統の果物を使ったので甘酸っぱいですね。飲んだ瞬間に甘酸っぱさがふわっと広がってきました。これならあっさりと朝一飲むことができそうです。で、果物の方は甘酸っぱさが移ったのか理由なのか、ちょっと普通に味があまりなくて、やっぱり飲むものですね、メインは。ただ食べるのも十分美味しくはいただけましたね。ただ果物の甘酸っぱさを感じたいという方はそのまま食べた方がいいですね。反対に飲んであっすっきりしたいという方にはフレーバーオーダーするのがいいと思います。どちらがいいというより用途によって使い分けるのがいいかもしれませんね。というわけで今回はフレーバーウォーターに使ったレイトフルーツ、どちらもこちらの点数とさせていただきます。初めて作ってみましたが、うまくよかったです。下回ってな、かげろうやダンス踊るを見守って、かげろうに見守りながら踊るというのもいいのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。